東さんでんな。元東条会四代目会長の。誰だ。お宅のお嬢さんを、春香さんをお預かりしとるもんですわ。聞こえとりますかね。春香は無事なんだろうな。今変わりますわ。おじさん。春香。おじさん、助けて。町が、神室町が。壊れちゃう。約束忘れちゃったんですか？集金ですよ。今日こそちゃんとやるって社長言いましたよね。言ったかな。もう私こんな体調なのに街中探し回って、熱もほら37度ですよ。ほとんど平熱じゃない。微熱ですよ。いいんですか、私倒れちゃっても。社長だけでうちの会社やってけます？やってけないよね、うん、だったら自分の携帯くらい持ち歩いててください。以後気をつけます。
失礼ですが、どちらさんでしょう。おお、親父の靴まだまだあるからな。うっすっ。おい、勝ち込みだ。明かり消せ、守りを固めろ。なんだ？飼ってるよ。ちょっと、猫に注意じゃないの？これは集金どころじゃないね。救急車呼んでやれよ。行きましょう。でもヤクザみたいだぞ。やばくね。下がって、下がってください。大丈夫ですか？なんだ？おい、やめろ。秋山さん、動くな。動けば撃つ。おい、本当に撃つぞ。撃たれたら痛いんだぞ。嘘、こっち見てる。ハナちゃん、逃げろ。どうなってんだ。秋山さん、あらら、増えちゃってるよ。穏便に話し合う気はないんだよね、きっと。絶対無理なんだよね。そしたら悪いけど、俺もこんなとこで死にたくないんだ。
秋山さん、これって。まずいな、こりゃ。行こう、事務所に戻るんだ。でも。はい。あの人たち、何だったんですかね。ああ。私、今夜泊まっていきます。え？だって、秋山さんが心配ですから。いい秘書を持ったな。でも襲わないでくださいよ。襲う？君を？なんですその笑い。いや、その、花ちゃん。こりゃもう微熱じゃないな。
秋山さん。どちらさん。花ちゃん、どうやら今日も集金はできそうにない。ただいま回線が混み合っており電話がつながり歩けそう。体の具合は？寒いです。すごく。医者がいるな。江本先生を呼んでくる。でも するんです。え、2階にさ、ニューセレナってクラブあるでしょ。はい。そこに隠れよう。花ちゃん、少し痩せたんじゃない？おととい1キロ痩せました。やっぱりね。昨日2キロ増えましたけど。あ、そう。そうなんだよね。でも助かった。礼は今度言うとして、ちょっとだけ邪魔させてもらおう。すぐに戻るよ。江本先生を連れてくる。すみません、気をつけてくださいね。分かってる。終わったら今日こそ集金に行くよ。
おい、誰かいないか。おい、無駄だぜ。誰も答えやしねえ。おっと、俺たちは隔離されたんだ。見捨てられたんだよ。あんたのことを知ってるぜ。スカイファイナンスの秋山社長だ。こっちはあんたを知らない。長浜ってケチな極道だ。しかしなんだ、最近の金貸しは弾きまで持ってんのか。ゆべあんたのご同業のを拾ったんだ。ならそいつは俺によこすのが筋ってもんだ。本気で言ってんじゃないよな。その代わり抜け道へ案内してやる。俺があんたをここから脱出させてやるよ。申し出はありがたいが、この銃は渡せない。なら仕方ねえな。俺も丸腰じゃ抜け道を案内できない。なんせ奴らがうようよ嫌がるんだよ。奴らって？言わせんの。ゾンビだよ。ならどうする？話は終わりか？まあ待てよ。弾き扱ってる店を知ってる。そこで俺の銃を調達してくるんだ。俺が？一人で？今弾き持ってんのはあんただけだ。まったく、それが極道のセリフかね。しょうがねえだろ。俺は飛龍一馬じゃねえんだ。伝説の極道、堂島の牛か。よく知ってるな。で、その店の場所は？劇場前通り。劇場の地下にある DVD 屋だ。カウンターに弾きが隠されている。ただし店の前には奴らがうようよいるぜ。だろうな。Thank you.
と。お？ああ。いい仕事するな、相棒。金貸しにしとくには惜しいぜ。そりゃどうも。撃つなよ。こいつら人間だ。敵じゃねえ。よう、あんた助かったぜ。銃が手に入りゃ、こういうもんなしだ。ああ、弾きの保管場所はこっちだ。
ここでバイトしてたことがあってよ。この通り暗証番号も知ってるってわけだ。ごついね。秋山。ん？遠慮はいらねえ。あんたから好きなの選んでくれ。当たり前だろ。Thank you.
嫌な雰囲気だぜ。やってやるぜ。よし。やってやるぜ。
調子だ。油断すんなよ。ここだ。準備がいいんだな。こんなとこさっさとおさらばしたいんでね。調子だ。待ってくれ。待ってくれ。さあやってやるぜ。さあさあさあ、しらえ、やってやるぜ。やってやるぜ。しらえ、この調子だ。
ろよ。秋山、借りができたな。いいさ。じゃあな。久しぶりのシャバが俺を待っている。ああ。あんたはこの後どうするつもりだ。医者に用がある。なんだと？どこかやられたのか？俺じゃない。秘書の子が事務所のビルで身動き取れずにいるんだ。お前また戻るつもりかよ。付き合ってくれんのか？まさか。言ったろ、俺は桐生一馬じゃない。
そうだったな。だが、そういうことならいい話があるぜ。うん？モグリの武器屋だ。買うことはもちろん、持ち慣れた銃を改良することもできる。なるほどね。またバリケードの中に戻るつもりなら、行ってみて損はない。そのネタは、ただ？へっへ、相棒から金なんて取れねえよ。相棒ね。